ね、まあ今一番新しいのが2016というやつなんですよ。まあ2016ですから、もうこれも2年前だね、ネタの早いね。2年前に出た2016、これ実は11月のこのスクールの時にもお話ししたんですけど、今オフィス2016は2種類あります。もう一度これ同じことをご紹介しますね、はい、簡単にいきますよ。復習ですね、見た方は。はい、ね、見た方は復習ですよね、うん、いきますよ。どういうことなのかというと、いわゆる DVD などの、まあ、こういうのメディアって言うんですけどね、 DVD などからパソコンにインストールする、ガチャンコガチャンコガチャンコってインストールする、そういうオフィス2016と、もう一つオフィス365っていうのがあるんですね。これも勘違いされる方多いんだけど、これは今お話ししているオフィス2016、オフィス2019などのオフィスとは全く別です。このオフィス365というのはね、これはマイクロソフトがやっているクラウドのサービスの名前なんです。これはなので、直接オフィスとは関係ないんだけど、ただオフィスもダウンロードできますよっていうサービスなんですよ。なのでオフィス2016、こっからダウンロードしてインストールすることも可能なんです。この2つ、DVD から入れたオフィス2016と、オフィス365からダウンロードした2016、これ大きな違いがあります。何が違うのか、ちょっと小さい文字なのでね、見えにくいと思います。向かって画面左側のところ、大きく書いてあるオフィスっていうのが、これが実は僕のところで撮ったね、 DVD から入れたやつなんですよ。まあちょっと特徴としては、特徴というか見分け方としてはこういうふうに書いてあります。プロフェッショナルプラスみたくね、まあ、プロフェッショナルっていうのが入ってるかどうかわかんないけど、まあ、こういうプロフェッショナルプラスって書いてあります。で、オフィス365から入れた方には、こういうふうに書いてあります。プロプラスって書いてあります。これが特徴です。うん、プロプラス、はい。でね、このように、オフィス365から入れた方が2種類ある。これどういうことかというと、今のオフィス、まあ、エクセルだけじゃないんだよ。オフィスって、実を言うと、毎月機能拡張してるんです。1ヶ月に1回、それを報じているサイトもあるのね、マイクロソフトね。こまめですね。そう、すごいですよ。うん、毎月毎月、ここが直りました、これが新しく増えました、新しい関数とか増えてるんですよ。毎月毎月増えてるんですよ。その毎月毎月新しくなるのが、これです。これなんです。実を言うとね。はい、で、毎月ではなくて、半年に1回、6ヶ月に1回、機能が拡張され、まとめて、6ヶ月分がまとめて拡張されるのがこれなんです。つまり2種類あるんです、そうやって。で、問題は DVD から入れているこちらの方ね、今お見せしたこちらの方ね、こちらは機能の拡張がされませんって、そういうことなんですね。これが今実情なんですよ。そういう意味で広く言うと3種類あるのね、今のオフィスってね、いうことなの。さあ、今回、今年のね、10月以降かな、出るであろうって、マイクロソフトが公表した、新しいやつ、2019。これどういうことかというと、これはね、私の想像も含まれてますよ。まあ多分にね、まあおそらく間違いないと思うけどね、おそらくこういうことなんですよ。今お話ししたように、全く機能拡張されていないやつがあったわけですよ。2016ね。ずっと来てます。それから、毎月毎月機能拡張されてたものがありました。半年に1回機能拡張されていたものがありました。こんな風に今来てるんですね。で、新しく出る2019っていうのは、おそらくこれがドンと入ります。まあそうでないと意味ないですからね。ここで、なんだろう、二つの路線のあるオフィスを一つにまとめようっていうのが、おそらくマイクロソフトの考え方なんですよね。しかも、まあこれはなんとなく皆さんも想像つくでしょ。で、しかもですよ、先ほど言ったように、DVD からガチャンコガチャンコ入れるよっていうのがあるよって言ったでしょ。これ実は2019はこれ出ません。ないですね。出ないんです。発売されないんです。はい、いわゆる、なんだろう、ものとしては。よくね、なんか、箱の中にさ、DVD が1枚入っててさ、よく Amazon で買うと届いてるのとかあるでしょ。で、それを自分のパソコンに入れて、今度そういうのないです。はい、ダウンロード版だけです。これクイックトゥーランって言うんだけどね。まあ、オフィス365からになるのか、どこからどういう形でダウンロードさせるのかはちょっとまだわかんないです。ただ、大事なことはメディア版がなくなるってことなんですよ。マイクロソフトはやめたくてやめたくてしょうがなかったんです。だから、ようやく。そう。だから嫌がらせで、ね、メディア版の方は機能拡張しませんよってやってたの、今まで。ね、で、最後にここに来て出したってことは、最後の最後でそこ統一して、さあ、もうこれ以降は全部
インターネットからのダウンロードだけにしようっていう、おそらくそういう腹です、ね、さあこれ出るわけですよ。でね、じゃあその2019って何なのね、何が変わってんの、今私がお見せしたような毎月毎月変わってるんですよ、いろんな機能が増えてるんですよって言いましたけど、今回それお見せします。まあ、要するに今の2016を見ると、最新版のね、毎月バージョンアップしている最新版の2016を見ると、今後出る2019が想像できるわけですよ。ですから今の2016どういうことなのかっていうのをお見せします。時間大丈夫かな、時間ギリギリまでいろいろ、ギリギリまでいきますか、時間ギリギリまでお見せします。世の中から卒業をなくす、救う